コウミカは、中華人民共和国の政治家。元の名は、コーストックで、字は、広司教。中華人民共和国中央人民政府副主席や、国家計画委員会主席、中国共産党中央政治局委員などの要職を、務めたが、毛沢東や流暢期、周恩来との権力闘争に敗れて自殺した。先生省、二礼林市横山県に生まれる。 1926年、中国共産党に入党。その後、党歴や軍歴を重ね、1930年代の第一次、国境内戦では、中国西北部で、周中伊沢浦と共に、革命根拠地を建設するなどの活躍を見捨てた。1945年6月、第7期党中央委員会第一回全体会議で、中央政治局委員に選出される。 第二次国境内戦が始まると、中国東北部で活動し、当中を東北局第一書記、東北人民政府主席、東北軍区司令委員憲政事委員を務め、東北部の党、政、軍を一手に掌握した。1948年には中華人民共和国の建国に先駆けて、ソ連、東北人民政府貿易協定を結ぶなど、独自の地方運営を行い、 ヨシフスターリン率いるソビエト連邦との関係を深めていった。1949年10月1日に中華人民共和国が建国されると、高校は中央人民政府副主席に任命された。さらに東北行政委員会主席を兼任し、引き続き東北地方を掌握した。1950年6月の朝鮮戦争の勃発に際しては、 朝鮮への物資支援業務を一任された。開戦当初、中国指導部では、軍の即時出兵をめぐって議論が重ねられており、高校は林平らとともに、中国軍の即時出兵に反対の立場を取っていた。大論争の末、出兵の最終決定がなされた10月5日の政治局拡大会議に高校は欠席している。10月8日、中央人民政府人民、 革命軍事委員会主席である毛沢東の名義によって発せられた中国人民義勇軍の設立に関する命令で広報支援の全権責任者に正式に任命された。1951年10月、中央人民政府人民革命軍事委員会副主席を兼任。翌年、これまで、 活動の拠点としていた東北部から北京に移り、11月15日、新設された中央人民政府国家計画委員会の主席に就任、ソ連方式の経済建設の陣頭式を取ることとなった。1953年1月より、高校を率いる国家計画委員会の主導で第1次五可燃計画が発動された。 中央人民政府主席兼中国共産党中央委員会主席として中華人民共和国の最高指導者の地位にあった毛沢東は高想一辺党を標榜し8月には過渡期の総路線を提唱して段階的社会主義化を提示した毛沢東の方針の下ソ連との結びつきの強い高校が中心となってソ連型社会主義をモデルに 中華人民共和国の国家建設が進められた。しかし、早くもこの年、後の脱ソ連、反ソ連につながる権力闘争が始まった。すなわち、高校が、党のナンバー2である、劉少期や、政務院総理の州恩来の中央指導に反対し、自らそれにとって変わろうとして、この年の6月から12月にかけて様々な陰謀を仕掛けたというのである。高校が、 劉少奇や周恩来から脱権を図ったのか、真偽は不明だが、日本の現代中国政治学者である天子里氏の指摘によれば、1952年12月に毛沢東が病気療養のために東武から離れ、劉少奇が党主席代理として東武を取り仕切った際に、高校が劉を批判し、同月24日に東武に復帰したけが、中央政治局会議において、 北京には二つの司令部がある。私の司令部と別の人物の司令部だと発言して、案に、高校とその仲間の尿荘石を非難したという。1954年2月、第7期四中前会が開かれた。この会議は、毛沢東の提案によって、劉少期が主催することになった。そして、高校と尿漱石は、この会議において、取得、周恩来、東昇平、 ウンらによって半島分裂活動を起こしたと厳しく批判され、失脚に追い込まれた。いわゆる高校、尿漱石事件である。1953年3月にはスターリンが死去しており、さらにスターリンと緊密だった高校が失脚すると、毛沢東の経済政策は脱ソ連化が進んでいった。高校は第7期4中全会の最中に自殺未遂を起こし、 一命を取り留めたが、結局1954年8月17日に、復読自殺した。そして翌年3月31日、当全国代表者会議において、当昌平主導のもとに、高校、尿槽席半島連盟に関する決議が採択され、高校は、東北部を独立王国たらしめようとしたと批判されて、当席を剥奪された。ありがとうございます。